どうするって、地球に帰りたいよ。ただし俺は改造人間の手術を受けるときに、どうやら過去の記憶を消されちまったらしい。自分がどこで生まれ、本当の名前は何ていうのか、それさえもわからないんだ。大丈夫だ、きっと戻ってくるさ。7月4日の花火、今年も一緒に見よう。ノスタルジックスタイルのオムライスですな。おお、なるほど。この香りはまさに雑誌たまちの香りだ。申し訳ないんですが、しばらくここに泊めてもらえないでしょうか。私、ペニシリーナと申します。ええ、構いませんよ。あ、そうだ、今度写真展をやるんだけど、よかったら見に来てください。11月8日まであと10日しかない。ヒューラーはトゥーレ教会の支援なしに事を起こされるつもりだ。このままでは我らの立場がない。俺ももっとバトルしたいんだがな。そろそろ山を降りないと日が暮れる。残念だが時間切れだな。理由はどうあれ、そのような行為を是とすることはできない。私もアルスラーン殿下を王太子として立てることに異論ない。錬金術、格ガニもホムンクルスも、そして武装錬金も俺は決して許さぬ。東堂平助、それから沖田、以上10名が総長の隊だ。残りは俺に従ってもらう。近藤さん、互角のようだな。だがお前に俺は倒せない。本当だって。ただ培養がまだ終わってない。20時間もすれば1パック10万個ぐらいになるはずだ。我がソウルは一騎当選。このまま運命に抗い切り開く。なんだそのざまは。そんなことで我が白竜騎士団の跡目が務まるとでも思っているのか。もうよい。ルール違反は許さない。正義の名のもとにお前を成敗してくれる。ジャスティス戦士フクロウ参上。ほほう。貴様ただじゃ済まねえぞ。この俺を誰だと思ってやがる。三日月のギャリー様だぞ。ナイスパスだわ。よし、シュートよ。ゴーラーキャノン。女の浅はかさよの。そう簡単にことが運ぶと思ったら大間違いだ。今度こそ容赦せんぞ。私の部下たちを突破してここまでたどり着いたことは称賛に値する。おかげで計画は台無しになったようだ。時空ドライバー、つくよみ。なぜお前が私に及ばないか。それはお前が全てのライダーの力を集めたわけではないからだ。巫女祭壇へ。ここは俺の国に似ている。こんな風景の中で俺はゆっくりと眠りたかった。何を偉そうな。神ごときに女を奪われたお前の剣などこの俺に通用するとでも思っているのか。でもまさか魔人狩りまで出せるようになるとはね。すごいね。もしかしたらその調子で鬼神までやっつけちゃったりしてくれちゃったりして。君にデビルマンを倒す勝利の感激を味わわせたいだけだ。俺の命と能力を君にやろう。私は常に最善の方法を考えるように努めただけだ。それに皆がいなかったら到底叶うものではなかった。ああそうだ、大気圏突入の最中にお前のユニコーンがしがみついてきても奴ならちゃんと着陸させたろうさ。チッ。神よ、この出会いと運命に感謝いたします。選ばれし運命の子らよ、誇りと信仰を持ちなさい。いつまでも君の才能を予備学科で遊ばせておくことはできない。今日からは君が正式な担任だ。やっと見つけたぜ。聞け海王が、俺様は青霧アクア団のリーダーだ。さあ
後がねえぞ、お前ら。おいおい、お仲間が逃げてくぞ。俺たちと同類さ。あんたはもう科学者でいることも、研究を続けることもできやしない。ヴィランの闇に落ちていく一方さ。うぬの身の程知らずの野望、このラオウが拳で打ち砕いてくれる。身の程を知らず、聖帝などと名乗った己を恥じるがよい。しかし、私があの中国人ゾンビを逃がしたのは、ディオの居場所を知るためだった。同時にその犠牲として、奴に破門法の存在を教えたことにも。私は深海王、深海族の長にしてこの世の全てを支配する者。あなたも私に歯向かってみる？もしもいきなり親父が治るなんて奇跡が起きたら、その時は朝でも夜でも、いや試合の途中からだって駆けつけてキックしてやる。ああ、この金牛球を通ることを許可してやる。おっさあ、聖夜とか言ったな。なかなか見どころのあるコスモだったぞ。ま、セブンセンシズには程遠いが。俺たちには力がある。この世界すら支配できる力が。違うか。近々お偉いさんが集まるからな。念には念をってことかもしれん。お偉いさん、どうも動きそうにねえな。ちょっと様子を見てくる。じゃあな。だがそれはポートマフィアに何度も撃たれ、切られ、かどわかされた者からの提案だ。言葉の重みが違う。故に組織の長として耳を傾けざるを得なかった。覚えているか？我々が初めて会った日のこと。あの時君は自分を卑怯者だと言った。無理もない。九段の事件が君に落とした暗き影を思うと胸が痛む。君はなぜこんなところに来てるの？僕と一緒に里へ帰るはずだったでしょ。宿の床に穴まで開けて。ナルト、そろそろ行こうよ。ナルト。いや無理だ。陸からは出島に入れない。行くなら海しかない。それに独立を宣言するためには、海上保安庁の網をくぐりプルトニウムを持ち込む方が効果的なんだ。得てこうじゃねえ。春雨第四師団団長にして三強星の一人、海王星昇格。長い。え、八坂を助けるために小芝居を打つとは、腹をくくったというわけか。死ぬつもりであったか。こうしてまた本気で兄弟とやり合える。情けかけられたまま兄弟に死なれてもうたら、俺は死んでも死にきれんかったとこや。やつらに勝ったぞ。これで私は自由になれる。この嫌いを仕掛け、自分で常に思うんだが、強運で守られてるような気がする。一年前のことをいつまでも一人でうじうじ悩みやがって。今の姿を見たら、ジーンもお前に愛想を尽かすことだろうよ。ほらこれだ。聞いての通りさ、アイリー。この英霊様はよりにもよって戦場が地獄よりマシなものだと思ってる。冗談じゃない。あれは正真正銘の地獄だ。あれ、向かねえんだよそういうの。性格的にどうにか戦ってるふりだけして他の連中の戦いが終わんの、ぼんやり待てねえかな。痛みは人間である証だ。お前たちには分かるまい。愛する者に忘れられる絶望など。やめろ。どうせくだらんことを言い残しているんだろう。大した才能もないのに剣士などなるからだ。だから死ぬんだ。わお、豆大好き。ウキウキキって、違うでしょ違うでしょよ。俺様は猿じゃねえっての。
孫悟空様じゃないの。諦めろ、もはや貴様の攻撃は俺には届かん。正義のためだ、潔く死ね。君に伝えておくことがある。対戦者である李海洋、彼は全中国ナンバーワンの独守の使い手だ。なんだよ、老婆心の塊みてえな面しやがって。胸張ってくれよ、ちゃんと見せたろ。おお、ジジイのボクシングが世界に通用するってよ。南北両軍はこの機体を撃破することもできず、消息や動向も把握できないでいる。過去の例から見ればこの機体も透明化機能を備えているだろうからな。村で聞いた、ここ数日王都リオネスからの避難者が絶えないとの噂は本当でした。王都に今までにない数の邪悪な魔力が結集しています。はい、この部屋の入り口はこの扉一つ、扉の内側にはこの南京錠がかかっていました。これを外す鍵は平坂さんしか持っていないそうです。ああ、それはね、ゼロだ。悪いな。結果を変えたくてやるわけじゃねえんだ。俺が継ぐのはジジイの意思だけだ。めんどくせえのはお断りだな。と、取りなんてこった、小生の運のなさは何なんじゃ。と思ったら、小生運がいいぞ。死を見てんだけど、宝月の教師になったって聞いたぞ。もしやったら俺の名前出してみな。昔いろいろかまってやったから、きっとよくしてくれるぜ。しょうがない。君には特別に見せてあげるよ、闇助ヒロ。悪魔を宿した人間の本当の力を。ああ、面白くもねえ。人思いにガブッとやりゃよかったか。でも楽には死なせたかねえな。まあ、どうでもいいえ。すまない。あの女児を母上にと、自国からあてがったのは私です。こうなるとは思っていなかった。